毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回は100均で作るトップウォーターシリーズ ⑧ 番タイプ7ビッグバドに挑戦してみたいと思います。それではひろぼう作ります。今回もお手本にするのはオールドヘドンのビッグバドになります。かっこいいですね。こちらはプラドコから出ているビッグバドになります。こういった浮世絵の絵なんかめっちゃおしゃれだと思います。そしてこういったちっちゃい小バドくんもあります。こちらは去年大活躍してくれたビッグバドくんになります。これはグローカラーになります。ヒロボーの大切なコレクションになってます。まずはこれらの商品を使って設計図を描いていきます。ビッグバドをお手本にシルエットを描いてみました。しかしかっこいいですね。今回使用するのは工作材料 B の5番の 9mm タイプと B の9の 6mm タイプを合わせて使いたいと思います。材質は桐になってます。 9mm、6mm、6mm、9mm 合計 30mm になりますが、この 9mm の部分をマイナス 1.5 ミリぐらい削って 7.5+6+6+7.5 のトータル 27 ミリにしたいと思います。クリアホルダーを使ってマーキングシートができました。デザインナイフでカットします。こういう感じでカットできました。なくさないようにマスキングテープで留めておきます。まずは外側を描きました。そして内側のこれを当ててまたマーキングします。9ミリタイプと6ミリタイプのマーキングができました。丸1番横から見たところを削ります。左手に革の手袋をしてから平内木を下に置いてノコギリカッターでカットしていきます。次にリップのところのガイドラインをカットしておきます。カッター台で周りを削ります。次に木工用サンドペーパーの80番で周りを整えていきます。そしてこういう感じで合わせた時に9669になるので、この2枚をマイナス 1.5 ミリ削りたいと思います。ホビーノギスを使います。だいたい 7.5 ミリぐらいのところに合わせてくれたら、マスキングテープで動かないようにします。そしてこれがスムーズに入るところまで削っていきます。感じで入るようになりました。引き続きもう一つも削っていきます。こういう感じでどちらも 7.5 ミリになりました。
書き直しておきます。強力タイプ両面テープのフィルム製を貼って合体します。今こういう状態で 7.5、6mm、6mm、7.5mm のトータル 27mm になってます。こういう感じで 27mm です。またガタガタなので削ってまっすぐにします。次に80番でまたリップのところを少し削ります。ある程度広がったら物差しに両面テープを貼ってサンドペーパーをくっつけて、そしてまた削っていきます。そして線を伸ばしていきます。次に三角定規を直角に当ててマーキングします。こういう感じでマーキングできました。そして線をつないでおきました。ノコギリカッターでほんの少しだけ溝を掘ります。なんとなくガイドラインが入りました。丸1番横から見たところが削れました。丸2番上から見たところをこういう感じで削りたいと思います。カッター台で削っていきます。再びサンドペーパーの80番で整えていきます。こういう感じで上から見たところが削れました。次に丸3番前から見たところを削ります。カッター台で角を落として八角形にします。ちょっとずれやすいですがなんとなく八角形に削れました。一応ここのガイドラインを削っておきます。少し両面テープがずれやすいのでミニバイスで挟んで削ります。こういう感じで粗削りが終わりました。前から見たところ、後ろから見たところ、上から見たところ、下から見たところ、横から見たところです。それでは今回はここまでにしたいと思います。次回は中身を作ってみたいと思います。ご視聴おきに。